無事を祈るしかない。 誰が騒いでいるのかと思えば、あなたの到着をお待ちしてましたよ、ミュートス。その声、ロザリス城の地下で聞いた。ウォールードの兵士だな。この町のアカシアは貴様らの仕業か。
そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。彼らはそう、いわば神の兵。何？そしてこの町にはもう彼ら以外は存在しない。貴様なんてこと。いいでしょう。あなたとはぜひ一度戦ってみたいと思っていたのです。大義の糧となるのであれば必ずやバルナバス様もお許しくだされ。我が名はスレイプニル・ハールバルス。いざ尋常に。さあミュートス、全力でお相手願いますよ。ミュートスの力とはそんなものなのですか。もっと本気を出していただかないと戦う意味がありません。火をつける何かが必要です。バルナバス様より授かりし豪壮グングニル、この槍見切れますか。まさかここまでとは。ああ、バルナバス様。兄さん！クライブ。二人とも無事で。兄さんこそ。残念だけど。向こうの屋敷はもうやられていた。こちらも遅かったようだ。戻ってガブに伝えよう。どうした？いや何も。何が？そうせくな、ミュートス。バルナバスを。さよう。我が名はバルナバス・ザルム。オールド王国の国王である。下がってろ。Ugh!
ったその腕、多少は期待していたのだがな。だが内なる力は確か、ミュトスであることに疑いはない。なぜ俺をミュトスと呼ぶ？ミュトスとは世界の礎、創世の身切りに神を迎えるべき器だ。器？ジョシアの言う通り、アルテマは俺の体を。何をする気かは知らんが、そう簡単にやるわけにはいかない。俺にはまだなすべきことがある。だから神だろうが邪魔はさせない。自我を歌い人であることに固執するか、やはり御方のおっしゃる通り、その思念を断ち切るほかないよ。召喚獣の力を与えられようと、それではな。大丈夫なのか？フェニックスの力は傷を治すことしかできない。あとは兄さんの気力次第だ。それにしても驚いた。こんなところで船を作ってたとは。さながら隠し港だ。あの船は機密の塊だからね。こっそりやらないと役人どもがうるさいんだ。おかえり。様子はどうだ？まだ起きんか？命があるだけ良しとすべきだが、戻ってきた時はもうダメかと。いえ、兄さんは全身の筋を狙って切られていました。あえて殺さずにいたとしか思えません。まさかそんなことは。ロゼフィルト卿、預かります。申し訳ありません。駒使いのようなことまで。ああ何、これくらいしか役に立てんからな。わしに構うことはない。そんなことは。俺たちの隠れ家だけじゃなくて、
あれの建造にも多大な資金援助を。感謝しきれませんよ。ただの小娘にここまでしてくれるなんてさ。あんたたち、みんな変わってるよ。お人よしなんだろうな。クライブ！兄さん！気がついたか。多くの人を救いたい。きっとそれだけなんだ。それはシドの、君の父さんの願いでもある。そうだな。心配かけやがって。奴らは、町のアカシアたちは姿を消した。アインヘリアルも港を出た。バルナバスもそこだろう。クライブ、ジルが戻ってきてない。何があった？あんたを逃がすために盾になったって。大丈夫だ、ジルは生きてる。僕もそう思うよ。シヴァのエーテルは未だ途切れていないから。アインヘリアルを追う。ジルはきっと奴のところだ。そんなこと言っても船はまだ動かせないぞ。急いではいるけど、ミスリル機関の出力に部品の方が耐えられないんだ。何か手はないのか？あ、そうだ、父さんも設計の段階で気づいてたはず。なら必要な部品も。ずいぶん前になるが、壊された隠れ家から物資を回収した。持ち帰ってからはオットーが管理してる。もしかしたら手がかりくらいはあるかもしれねえ。俺が行ってこよう。みんなは二度と出航の用意を頼む。何をしとる、まだ寝ていなければ。ええ、支度が終わればそうしますよ。エンタープライズの部品か。オットーに聞いてみよう。カンベルが大変なことになってるんでしょ。エーテルだまりやアカシアが増えたせいで。外でのか。帰ってきたか。カンベルの様子は。ああ、そんなことがあったと。ひとまずみん、しかしお前が探してるエンタープライズの部品、前の隠れ家から回収したものはどこに。使えそうなものは再利用して、私物、シドの私物もミドに渡しといたからな。わかった。アンバーやラザロガインは、ミドのやつ、エンタープライズとやらを完成。これはシドの研究記録か。他を探そう。シドのタバコ入れだ。シド、カンベルが襲われてるって聞いたよ。これは確か
なんだ、人形の底から紙切れが。シドの宝物、ミドが初めて作った装置、オットーなら何か知ってるかもしれないな。クライブ、教えてくれ、オット。初めて作った装置？ああ、あれだ、ミドがいくつの時だったかな、音楽を奏でる装置ってんで。シドもそれがどうした？どうやらその中に。はあ、オーケストリオンはラウンジにある、調べてみるといい。エーテルだまりやアカシアが増えたそうで。変だね。うん、テト、シド、オーケストリ、どういうことだ。たまに音が出な。ほら、お前たち何もしてないよ。全部いっぺんに選んだ。こうやってほら、調べてみるから。何か引っかかってるみたいだな。シド、オーケストリオン。ちょっと待ってろよ。よし、これでどうだ。音が鳴った、治った。でもこれ知らない音が鳴った。シド、すごい。聞き慣れない音楽だな。オーケストリオンに引っかかってたこいつを取り除いたら鳴り始めたんだ。当たりだよ、クライブ。それがシドの宝物。以前奴が見せてくれたのを思い出す。夢のための最夢か。ミドに渡してやれ、クライブ。なあ、シドの思いと合わせて。二人とも。タルヤじゃないか。今しがた、ザンブレクの王子ディオン・ルサージュが。さっきまで寝てたのに、ちょっと目。オボルスの話じゃ、小舟を買い取って自分で来い。そうか、彼も一国の世継ぎだ。あんたがそう言うならいいんだけど。それにしてもまだ傷も癒えてないのに。ジョシュアには伝えておくよ。それじゃ俺はカンベルへ戻る。気をつけてね、クライブ。みんなによろしくな。お前も無茶するなよ。隠れ家に戻ったついでだ。十分に支度をしてから出発しよう。
クライブ、ありがとう。なんとか行けそうだ。シドも喜ぶ。親子で設計した船がいよいよ出航だ。追いつけそうか。あっちは新型の大型船で足も速い。それにこの季節は追い風だ。これまでの船ならとてもじゃないけど無理だろうね。でもこいつは違う。こいつはエンタープライズだ。父さんのミスリル機関なら必ず追いつけるさ。期待してる。兄さん、バルナバス王について知ってることは？歌に聞くくらいだ。大陸から渡ってきた流れ者で、剣の腕一つで王にまで上り詰めたと。そしてオーディンのザンテス剣、あれは万物を切り裂くとも。だが今悩んでも仕方がない。まずはできることをしよう。兄さん。ガム、ここにいることがバレたか。ミド、敵だ。え、時間を稼ぐ間に支度しろ。急げ。くそったれ。総員配置につけ。ここで食い止め。
いつで？片付いたか。みんな大丈夫？帰宅ができた。出航するぞ。ふん、乗ってやろう。待て。そんな奴は確かに。あの違和感はこれだったか。兄さん、奴は人じゃない。魔法で生み出された魔物だ。お前たちはこんな奴らと戦っておるというのか。まだいけるか。当たり前だ。誰に言ってやがる。わしとて王子は首狩りバイロンと言われた身よ。この有象無象ども一人残らず血祭りにあげてくれるわ。メイド、聞こえるか。船を出せ、今すぐ。むちゃくちゃだよ。ああ、もう罰料急げ。全身微速だ。こいつらはアカシアを相手にするのに勝手が違う。みんな十分に気をつけて。何、巻き割りで鍛えたこの不実で一刀両断よ。ダイナミック。どんだけ湧いてくるんだよ。逃げ場はない。やるしかないと。言われなくても分かってるよ、チクショ。ほら、俺はこっちだ、クソってね。
何の用？食事を出すだけでこの始末か。無駄なことを。お前はミトスの煮えだ。おとなしくしている。整備を急げ。この間にもアイヘリアルが遠ざかるのを忘れるな。船を漕ぐなど何年ぶりか。お前と再会してからというもの、毎日が賑やかだよ。お前たちの敵というのがどんなに強大か分かった。これからもずっと奴らと戦っていくのだろう。はい。人が人として生きられる場所を実現するまでは。へえ。まったく、何かを決意した時のエルイン兄上と同じ目をしておる。わしが共に戦ったとて斧が一本、戦においては微力に過ぎんからな。ならばランデラの給油を頼り、ダルメキア軍を動かして大きな力となろう。二人とも兄上の思い出話がまだまだあるんだ。わしが語り尽くすまで死ぬんじゃないぞ。いいな。分かってます。そちらもどうかお気をつけて。体をいとえよ、ジョシア。約束します、おじさん。待っておれよ、おいたち。必ず援軍を連れて戻るからな。じゃあな。しっかり漕ぐんだぞ。さあ、こちらが役目を果たす番だ。僕たちもしっかりしないとね。この山頂、これを私が。なんてことを。
度に向かってるならゼメキスの脇を通ってこの海峡に入る。私たちは今この辺り、エンタープライズの速度ならじきに追いつくはず。灰の大陸南部を迂回する進路は難所が多い上に南東の風だからまずないだろうね。奴らはカンベルを出た後北へ進路を取ったらしい。もうしばらく追いかけりゃ。アインヘリアルを捕捉。掴んだか。このまま全身全速、ミスリル機関を休ませるな。了解。兄さん。総員センターを用意。さあ大一番だ。引き寄せられたか、ミュートス。お前と余人をつなげる思念の鎖。あの程度で断ち切れると思っていなかったが、以前にも増して強くなっているようだ。面白い。斬鉄剣にどこまで耐えられようか。これはまずい。ジロ、あとは頼んだ。